熊本の現地に行っている広野さんと電話がつながっています。もしもし。もしもし。はい、広野さんは、今、どちらにいらっしゃるんですか？今日ちょっと支援物資届けに来ましたので、はい、青葉区という桜木というところにいますね。その青葉区桜木、どんな状況なんですか？国道に関してはスムーズにこう走れてるんですけど、はい、国道左右見渡してみると、はい、半倒壊、全倒壊してるっていう建物が、はい、ちらほら見えるところですね、ここは。で、はい、避難所が足りてるだとかっていうようなことをずっと言ってるじゃないですか、はい、安倍氏が、うん、なんか頭きたって、本当にここでもそうですけど、車中止まりは50人も60人もいるんですね、家族で。車中止まりが50人も60人もいるんだ、家族で。ここ、はい、桜の森というショッピングモールの今駐車場にいるんですけども、はい、はい、5、60人では聞かないです、5、60台ですから、もっとですね。じゃあ100人以上ということですよね。そうですね。その中にはお子さんやご高齢者の方々もいらっしゃるのかしら。はい、何日も車の中で寝るんでは、その足の疲れも取れないだろうし、こう身体に良くないですよね。これをちょっと自分で好んでそうしてるのか、うん、何とか悪くからいかないのか、ちょっとそこまではわからないですけど、うん、ただこういう光景はどこの、うん、なんていうのかな、営業今どこも止まってますから、うん、そういったところの駐車場でこう見受けられるってなってます。なるほど。それが夜も車が止まっていて、そこで寝泊まりもされてるということなんだ。はい、今日もここに避難してきて、はい、物が買えないということ、あと冬必要に動くとガソリンがないということで、はい、3日食べてらっしゃらないことで、はい、それをツイートされてる方の情報を見て、広野さん行けませんかということで、はい、で持ちの食料と水を持って、はい、来たんですけど、ちょっと今探しても見当たらなくて、はい、ちょっと動いちゃったのかなっていう感じなんですけど、うーん、はい、3日間飲み水や食べ物を食べることができなかった方もいたっちゃったんですね。はい、そうですね。驚いちゃって。じゃあ支援が行き届いているとは言えない状況ですね。そうですね。なる、混乱状態にありますから、とにかく物っていうのはもう、うん、棚に並べばすぐなくなっちゃう状態なんで、はい、支援には絶対行き届くのはちょっと難しいです。なるほど。うん。わかりました。電気はあるんですか？だからそれも場所場所なんですよね。うん、で青葉区っていうともう全部電気止めてますから、うん、停電のままの状態ですし、うん、で三郷町も一部停電ですかね。うん、じゃあ現実的に可能かはわからないけど、例えば太陽光パネルと携帯の充電池とか、そういうものを支援でその避難所の拠点に持っていくとかいうことができたら、すごく役に立つかしら。そうですね。うん、お風呂は喜ばれると思いますというかね、はい、衛生的にやっぱり集団生活になるわけ。そうですよね。長期化するとなると余計にお風呂がないと大変ですよね。病気も蔓延してしまっては大変だし、お風呂誰かなんとかなんないかな。田舎の方は結構温泉出てるところあるんで、はい、そこは開放されてるとかっていう話だったんですけど、多分そういった風呂が必要なのはもう青葉区へのお風呂。今、はい、青葉区の方々は結構、火事場泥棒みたいなやつのってこういう時出てるじゃないですか。はい、ですからうちを離れたくないってことで、うちの前でキャンプ張ってテント張ってたりっていう光景あるんですね。だからそういう方は結構大変なのかなって。なるほど。まあ何でもやらないよりはやった方がいいんで。そうですよね。
私たち、支援物資を届けたいなとか、支援金を届けたいなという思いを抱えていらっしゃる方、いろいろいると思うんですけど、どこに届けたらいいのかとか、あと現地でまず何が必要なのか、なかなか報道でも、十分に出ていないんではないかと思うんですが、今なかなか送り、支援物資をこう郵送だとか、はい、郵便使って送るにもなかなか送れない状況があると思うんですけど、はい、ただその、なんていうんですか、ピンポイントでこう例えば青葉区、の市役所、区役所に送るだとかっていうとちょっとなかなか難しいと思うんで、うん、はい、比較的、被害の少ないエリアに送っていただいて、はい、そこから、分けてですね、はい、必要なところにお届けするっていう方法であればできるのかなっていうふうに今ぼやっとは考えてるんです。例えばそのなるべく近くで被害の少ない宅急便が届けられるところを拠点にして、そこから誰か現地で車を運転してくださるボランティアの方も探してお願いしたりして、そういう連携プレーができたらいいということですかね。そうですね、あと個人負担もあるでしょうから、やっぱりその運送会社を極力使わないように、なんていうんですかね、バトンリレーじゃないですけども、はい、僕はここまで持っていくから、ここからここまで持っていっていただける方いませんかとか、そういう呼びかけもあってもいいのかなというね。なるほど。今その、昨日避難警告が出て住民の方が避難されてると聞きしたんですが、はい、今はどんな状況なんですか？もう皆さんほぼ全員ですね、昨日の夕方4時半ぐらいだったと思うんですけども、はい、私三郷町で今活動拠点を置いてるんですが、はい、4時半頃に、避難勧告が全域に出されまして、はい、おのおのの足で、各避難所、もともと1箇所しかなかったんですけど、はい、昨日の時点で、4箇所の避難所を地区ごとに割り当てられましたので、はい、皆さんそちらの方に向かったという感じで、はい、はい、だから結構その過密気味にガッと入ってるってことではなくて、はい、こっちに100人、こっちに200人、こっちに100人とかそういうような格好で、みんな、避難されてる状態でしたっけ。はい、三郷町の住民の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？いやー、まだ僕も入ってばっかりでその全体までは把握してないんですが、はい、この青葉区とかの、その都心とはちょっと違うんで、街中ではないんで、どうなんでしょうね、1000、2000、そのぐらいかなとは思うんですけどね。最低限の問題として、飲み水や食べ物は、はい、足りているんですか？そうですね、一応給水所ということで、はい、避難所になっている三郷役場ですね、はい、役場の方で、水っていうのは配ってるんですが、はい、まだ水を受け取るポリタンクがないだとか、あー、なるほど、はい、そういう問題は発生してますね、うん、比較的ジュースだとかっていうのはコンビニエンスストアも空いてるところもありますので、はい、買うことは可能なんですが、はい、ただ水に関してはもう買えない状態ですから、量に限りがあると、節約しながら飲まないと、また次、水もらうまでに、翌日ですけどね、はい、ここまで喉乾くかなというような、そんな状況ですね。水道は止まってるっていうことなんですか？止まってない、電気が止まってるっていうことではないんですが、はい、まだもう避難勧告出て、おりまして、自宅の方を帰れないものですから、はい、供給する蛇口がないわけですからね。あ、そうか、人数分の蛇口がないっていうことなんですね。はい、なるほど。食べ物はどうですか？皆さんどういう食べ物を食べられて避難所で暮らしておられる状況なんですか？はい、1日目に関しては、はい、スーパーディスカウントショップだとかコンビニエンスも開いておりまして、はい、
混乱しているような状況は見受けられなかったんですが、はい、まあ、日が、明けまして朝にちょっと大きな地震が揺すったんですね。はい、ここからちょっと混乱が始まりまして、はい、どこの店行ってももう物がないと、いう状況ですね。避難所にはその数日や数週間の分の水や食料はすでに備蓄されてるんですか？備蓄は今ほとんどないですね。あの三郷に限ってはないんですが、ただその、はい、朝昼夜と炊き出しがありますので、はい、はい、まあ、昨日の段階からしてまたあの避難勧告が出て人数が増えてるんで、その分でちょっと追いつかないのかなっていう状況です、ね。そうなんですか。広野さんはいつまで現地にあの支援活動でおられる予定なんですか？まあ、いつということは決めてないですが、はい、まあ、現場が落ち着いて、はい、まあ、生活取り戻せるなっていうところまでは関わっていきたいなと思ってるんですが。なるほど。広野さんのことも心配だ。あの車の中で自分の飲み水を確保だと言って、はい、あと5箱だって書いてたじゃないですか。なんか倒れたら大変だなとか。広野さんも、ね、うん、みんな一緒だから結構平気ですね。うん、あの僕だけじゃないんです、それは。はい、うん、まあ、僕以外にもボランティアで入ってる方いると思うんですけども、はい、うん、まあ、ないならないなりに学校で、ただね、うん、あのお風呂入りたいですね。ああ、そうですよね。お風呂に入りたくて、うん、うん、の濡れタオルで拭くとか、あのウェットティッシュとか、そうそう、そういうものは足りてるんですか？うん、いや、タオルは持参してきたものあるんで、はい、水を湿らせて軽く絞って拭いてるような格好ですね。なるほど。お風呂が東日本大震災の時は確か太陽光発電とセットになったお風呂を支援してた団体もあったと思うんですけど、今、はい、住民の方もあの地震の夜からお風呂には入れていない状況なんですか？まあ、それが全部かっていうとそうでもない、あの局所的にやられちゃったところとそうでもないところの差はあると思いますが、はい、まあ、あの避難後に、まあ、昨日今日というのは入れてない。なるほど。それは本当に大変ですよね。お子さんなんかも皮膚が弱い子もいるだろうし。そうですね。はい、また気温がかなり高くなってまして、はい、うん、そういったところ心配ですね。衛生面。そうですね。の、はい、病気とか、薬とか怪我とかの救急体制は整っているのかしら？まあ、病院の方が倒壊して、気づき受けられないだとか、すみません。いえいえ、お忙しい中すいません。はい。警報が鳴っちゃうと、あの耳の方から爆音が聞こえます。うん、あの病院の方は、まあ、その、マッチ医者とかっていうのはもう全く機能してない状態ですので、はい。はい。まあ、皆さん、どちらの方に行かれてるのか、その市民病院っていうのもちょっと傾いて、があって崩壊の恐れがあるということで、はい、あのいろんな、まあ、機能している病院に割り当てられているっていうような話は聞いております。なるほど、わかりました。今その広野さんや皆さんに一番できるとしたらどういうことをしたらいいのかしら？まずその瓦礫の撤去だとかそういったボランティアは、まあ、今の段階では必要ないというか危険でできませんので、はい、やっぱりあの最低限の生活衣食中をなんとかね、はい、あの確保、まあ、車中止まりされている方も実はいるんですね。あ、住民の方で避難所ではなく車の中で寝ておられる方もいらっしゃる。はいはい、はい、やっぱり水がやっぱり一番なのかなと、はい、思いますね。とあと長期保存の食料ですね、パンですとか、はい、缶詰ですとか、はい、そういったものが、なるほど。昨日そのお湯を沸かせないので例えばカップラーメンのようなものはあってもそのお湯で戻せないっておっしゃってましたね。その火の必要がない食べ物が一番のまずは重宝されると、必要だということなんでしょうか？そうです
あの持ってあの準備されてカセットコンロなんかを持ってらっしゃる方もいるんですけども、はい、まあ、そういった方ばかりではないので、はい、あの全員に届いたところで食べられない方も出てくることを考えると、はい、やっぱり即席あの調理器具を使わずに食べられるものっていうのが一番、はい、うん、いいのかなというふうに思います。わかりました。どうやった経路でその支援物資を届けられるのかということも私も調べてみます。まずは広野さんご自身の体調もあの気をつけて、きながら支援活動本当にありがとう。あの、はい、私もできることを探してなるべくあのお力になれるように頑張りたいです。あ、今また警報が鳴ってましたね。そうですね。はい。大きくらいの感じです。今の警報というのは地震ですか？はい、あ、今地震です。その、余震は続いている状態なんでしょうか？そうですね。今日も大きくらいに震度3、震度4という格好ですね。今のは震度4という表示されています。なるほど。なかなか。あの心配な状態が続きますが、ぜひあの、はい、体調に気をつけて頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。広野さんを個人的にあの応援したい気がするんですが、あの、はい、今録音止めた方がいいのか後で相談ですが、広野さんがいるだけで、はい、いるあの行っていただくための交通費やあそういうものは大丈夫なんですか？はい、支援はできないの？いや、あの支援口座というのは特に設けてなくてですね、うん、あのまあ、今のところその自腹でやってるというところですけども、うん、はい、あのこれ一回録音止めちゃおう。あのこうなんていうのかな、関心が向けてもらえないようなちょっと離れたところも似たような被害がある場所はあるんですけど、うん、全くいないなという感じ、うん、なるほど。基本的にはその自衛隊の方々のに今支援を頼むということで、の民間のボランティアはあまり行かないようにという勧告も出ているじゃない、はい、でも実際は、はいはいはい、これはね、うん、あの言ってるのはあの局所的な大きな被害あった場所を指しているということだと思うんですね。ああ、なるほど。はい、はい、で、こっからあの、はい、活動今ここ一番ひどいエリアに、はい、そこから20キロぐらい離れてるんですね。あの同じ町でも下町郡っていうとちょっと離れてるんで、はい、そこに行くにあのは国道ずっと迂回していきますから、はい、まあ、渋滞も特別そこは発生してないですし、はい、まあ、安全なルートで来れますから、はい、でまあ、復旧車両が通るような道でもないんで、はい、そのちょっと離れたところに拠点を置いて、外からうちに向けていくような格好であれば問題ないから、どんどん来てくださいとは思うんですけどね。ただ瓦礫とかそういったことも今その道やれないですから、まずは人命救助っていうことに専念する時期ということですね。